はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber、そしてバイオリニスト、講演家のアナちゃんこと穴澤裕介です。日本道ウェブ講義と穴澤裕介 YouTube チャンネルのコラボ動画というのをですね、これまで3作品お届けいたしましたが、いかがでございましたでしょうか。今日はゲストに日本道代表、山近代表においでいただきました。ありがとうございます。こんにちは。お疲れ様でした。本もありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしいバイオリン。いえ、ありがとうございます。あの、私の YouTube チャンネルの登録されている方は、そもそも日本道ってなんだっていう疑問をお持ちの方が大変たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、こちらまずざっくりお伝えするとしたならば、何とご紹介したいでしょうか。まず、道がつく習い事って柔道、華道、茶道、浄道、まあ、武士道、いろいろありますけども、はい、日本検定ではなくて、日本道、道がつく最後の習い事、形から入って心に至る、やり方も大切だけども、あり方、この日本道っていうタイトルにまずこだわったというか、3、4年前にスタートをしました。で、その後付けなんですけども、その中で今の若い人たちが、僕らじゃなくて20代、30代の方が神社のこととか、皇室のこととか、大和言葉のこととか、それから伝統文化、もうそんなことを我々も教えられてないし、私たちもなんかいまいち教えられなかったり、いつの間にかそれがなんかこう日本が弱いとか誇りが持てないとかいう時代になったので、正直なってると思うんですよね。そうですね。なんかマッカーサーとかこう、なんかそういう GHQ とか日経さんとか朝新聞とか、それの悪口を僕も正直言ってた時期もあったんですけども、それじゃダメなので、なんかもうちょっといいところを見直そうっていう、それでちょっとずつ勉強していこうっていうのがこの日本道です。先ほどの小泉八雲さんの、ラフカディオさんの、さんの話、僕も大好きなので、ああ、本当ですか、いいですよね。ああいうことですよね、はい、すごい伝わってきました。ありがとうございます。あの、八雲も随筆の中で、あの当時からこのまま日本が行くと、日本の良さを失ってしまうかもしれないっていうことを警告してるんでしたね。八雲さんにしては、ちょっと辛口というか、そうなんです。ありました。だからもうあの頃からすでにそういうことに彼は気づいていたのかもしれないですけどね。はい、で、この、まあ、日本道というか素晴らしいあの取り組みをしていらっしゃると思うんですけれども、はい、具体的にあのチャンネルご覧の方々が日本道に、私ちょっと興味があるかもと思っていただけたら、あのどのようにアクセスしていけばよろしいでしょうか。はい、おかげさまで今、まあ、唯一無二なので、日本道、日本道と検索すれば、ここ正直お金使ってないんですけど、トップに出るんですよ。まずここを叩いていただければ、割といいホームページに最近なってきているので、そこに登録をしていただいて、学生とか若い方とか、フリーターとか、外国から来られてる方とか、そんな方お金いらないので、無料ですか？その方々はもう無料です。信じます。で、正直あの、まあ、会社のサラリーマンの方とか、部長さんとか経営者の方とか、そういう方は、値段が3000円とか明確に書いてありますので、月額でそういう方もそこにちゃんとした登録をしていただきたいなと。なるほど。私高校とか中学校なんかにも講演に結構行っておりまして、私の YouTube チャンネルも日曜日は高校生応援プロジェクトの時間ということで、高校生の悩みにちょっとこう寄り添えるかなっていうような、あのミニ講演みたいなのを配信してるんですけど、そういう高校生とかはじゃあ無料で勉強できるってことですか？いや、もちろんです。高校生からお金取る気はさすがにないんです。明日もここで高校生がここに来て10人近く日本道の勉強会するんですよ。ああ、いいですね。不思議な高校生が集めてくれました。いや、やっぱりまあ、はっきり言って私自身もそうですし、今あの特別にね、それこそあの神社の方とかお寺の方とかは別かもしれませんけれども、日本のことをじゃあ親が教えられるかって言ったら、やっぱりなかなか教えられる自信ないですからね。こういうところで勉強してもらえたらすごく嬉しいですし、チャンネルね、見てる高校生もたくさんいるので、ぜひアクセスしてみてください。大学生とかも、
多分ですけど、僕も正直歴史とか社会とか好きじゃなかったんで分かるんですけど、はい、あの多分年号を覚えなさいとか、記憶しなさいっていうやり方がいつその間にか嫌いになっちゃって、はい、この日本語っていうのは実は試験はテキストを事前に一生懸命勉強してきていただければ見ていいですっていうことになってます。あ、なるほど。だから丸ぺけじゃなくて、まずこれを頑張って受けていただいて、あとは自分で神社とか偉人の銅像を見るだけでもいいから、はい、先ほどの展示記念館も、はいはい、僕手帳に高田馬場に12月1日でしたっけ、はい、あ、11月1日に僕手帳書いてます。あ、確か日曜日なんですけど、はい、じゃあそこに行って、はい、そこの間で1時間過ごす、これもまさしく僕は日本道ということじゃない、現場に行こうよっていう、そこがこの日本道の大切にしているところです。怒られるかもしれませんけど、年号間違ったっていいじゃんっていう、ね、怒られるかもしれませんけど、現に年号って今変わってますからね。はいはいはい、そうですよね。そうですし、やっぱりそういうような勉強はそれこそ今もうあのインターネットでも何でも調べようと思えば調べられますから、はい、それよりも大事なところがあるってことですよね。はい、日本道のこれ、コンテンツで受講すると勉強できること、例えば、神社のこと、文学のこと、はい、先ほど大和言葉とありましたけれども、はい、なんか和食とかもある。はい、和食のコンテンツも今から充実していきます。今、大和言葉とかが割と充実し始めて、あと偉人をお話ししたいという方の動画もいっぱい充実し始めました。ただ、その今までの勉強会でいろいろあるのは、はい、偉人とか出来事とか、はい、日本で起きた出来事、偉人、これ多分どん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 勉強していくと、偉人って危ないのは、はい、誰かが敵に回るんですよ。長州藩を勉強すると僕は敵と思ってないですよ。日本を素晴らしいと思うと、どこかの隣の国がちょっと敵に回っちゃったりするので、そうですね、偉人は大切なんだけど、はい、偉人だけやると僕は右翼化、右翼化すると思ってるんですね。ちょっと柔らかい和食、大和言葉、神社をわざと入れてるんです。ああ、なるほど、はい、あ、そうですね、相手をヘイトの方向には持っていかない、絶対に。それがこの日本道での柔らかい感じです。それから私も音楽家ですけれども、その日本の音楽ですとかね、それから着物のこととか、なんかいろいろ芸術文化のこと、美術のこともいろいろこれから広げていきそうですね。いや、そのあたり詳しそうなので、できれば今日のレギュラーに2ヶ月に1度ぐらい本当ですか来ていただき、はい、いただきたいです。はい、すごく詳しそうなので、いえ曲のところで言われてた、はいはい、日本人が、前方に行って、洋物の音楽を弾いたって、はいはい、何でしたっけ、ちょっと日本の相撲で外国人力士が活躍してるのを見る、音を言えばっていう話、あれ、はいはい、いいんですよね、あれ、オンエアしちゃって、いいです。すごく気持ち分かります。日本の歌を大切にしましょうっていう、はいはい、なんかこう小さい頃の若い人たちって、洋物の歌を歌えばすごいとか、おしゃれとかモテるとか、はいはい、なんかそんな雰囲気ありますよね。昔は確かにそれでも良かったかと思うんですけれども、もう今そういう時代じゃないかなと思って、うん、逆も一周回ってみたいな、この近くの就職塾で、演歌を就職塾に取り入れてる塾があるんですよ。はすごくないですか、それ面白いですね。全員好きな曲演歌言うんですよ。北島三郎とか原田由里とか言うんですよ。原田由里さん、ごめんなさい、原田さん、すごいですよ。最後に志、日本の心を歌ってるのは演歌だと。はは、面白いですね。面白いです。今度ご紹介しますけど。ありがとうございます。はい、ということで、これからどん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 そのコンテンツも、充実していかれるという、日本道、ぜひですねチャンネル視聴者の方アクセスしていただけたらと思います。この、動画の、説明欄、概要欄にも日本道のサイトの URL 載せておきたいと思いますので、ぜひ皆さんアクセスしてください。最後に一言、何かメッセージがありましたら。え大丈夫ですか。いや、しますよ。はい。赤坂でやって、はい、穴澤さんというお名前だったので、はい、こんな感じで少し親しくさせていただいてしていただきましたけど、その話をするとまだちょっと長くなっちゃう。本当はしたいんですけど、今日はお時間もあれだと思う、はい、ぜひ一覧でお待ちしてますんで、はい、よろしくお願いします。ちょっと最後に不思議な話でごめんなさい。
最後の最後にちょっと謎のワードが出てきたとしても、それはまた追伸番外編にもまたご紹介したいと思います。ということで、チャンネル登録もよろしく。あやちゃんでした。そして山下代表でした。ありがとうございます。